かなと思いますね。さあお待たせいたしました、3位決定戦国内対決、デトネーションゲーミング VS ワッツアップブロー、ブルーサイドがデトネーションゲーミングとなっております。さあね、レッドサイドの方がね、隠れ蓑としては相当優秀なので、ここのピックが一番難しいかもしれません。さあ最初の番になりますが、そうですね、ブロス側、仕掛けるならここかなと思いますが、グレーブですか、グレーブ1、そうですね、まあ、グレースライラーを開けつつというところでかなりいいピックには見えますが、グレースライラー開けつつの、相手に先ほどやっぱりその青リンゴが活躍した試合の一つにこのラドス選手のグレイブというのが非常に刺さっていたので、まあ、そこも合わせてリンゴをバンするのは難しいからそっちをバンすると、あっと早速アダージョですか、不穏ですよね、かなり匂わせていますが、これでいいのでしょうか、ワッツアップアダージョグランプジョフリッカーを匂わせるようなピックをしてますが、もしかするとですけどデトネーション側もそのカラスポン選手がグランプジョーが得意なので、向こうからグランプジョーをバンさせるようなピックを考えてるかもしれないですね。なのでこちら側から逆にアダージョを見せてグランプジョー、そしてアダージョと並べるぞと、うん、これは誘導と考えていいんでしょうか、とも取れるって感じですかね。なるほど、まあ、ケーストレルをバンしてきましたが、ここで、まあ、フリッカーなどをバンしておかないと苦しそうではありますけれども、フリッカーをバンすると今度はグランプジョーを警戒するべきになるかなと思うので、そうですね、フリッカーバンにしましたね。ここはフリッカーバン。さあここでのピックでちょっとワッツアップブロの方針というのも見えてくると思いますが、アダージを初手にピックするならここはグランプジョーオアフリッカーだと思いましたが、そのフリッカーがいないのであればグランプジョーがいいんじゃないかと思いますが、何かここでグランプジョー見せて大丈夫なのかってことですよね、というのもありますし、ただここで見せておかないとデトネーションゲーミング側にその取り上げられる可能性があるので、うん、もしくは何か違う狙いがあるかですが、さあワッツアップブロは、まあ、ここは読み通りですね、グランプジョーをしっかりとピックしてきました、まあ、対するデトネーションゲーミング、ね、ここの2ピックですが、まあ、ボックスバロンなんかもね空いている状況ですけれども、まあ、レーンは何でも大丈夫そうですね、正直どれが来てもいいかなと思います。ただアダージオブラ、うん、グランプジョーから逃げるということを考えるとバロンはちょっと後半に寄りすぎてきついので、やはりボックスですよね。このジャングルが問題ですね。まあここでオゾですかね、まあ、そのカラスポン選手ということを加味すればオゾですか、どうしますかね。ここブラックウェザーとかでも面白いと思いますけど、レンジ的な役割も できつつ飛び込むこともできると。さあここサムエルですか、おっと初めてのダブルレンジ構成だが、しかしここからでもリンゴは持っていけるぞ、ワッツアップウロは。これは俺もこれは、リンゴが来て、しまう可能性がゼロではないですよね。これはキャリアダージオからの言葉が僕も乱れましたが、すみません、もうちょっと今動揺しました。ダブルレンジをやるとは思わなくて、これはリンゴが来てもおかしくない、ね、まあデトネーションゲームに関わらずダブルレンジ危険だという話をしようと思ったんですが、レーンリンゴという可能性はありますよね。そしてナエタ選手はレーンゴできるので、もしエイリアスミューツ選手がジャングルにスワップができるような形であれば変えてきてもおかしくないのかなと思いますし、エイリアスミュートがリンゴを使う可能性だってある、まあ、あとはそうですね、リンゴをエイリアスミュート選手が使う可能性もありますし、あとは今のアダージョだとウェポンアダージョをレーンに置いてジャングルナエタ選手の、リンゴっていうのもありえますが、しかしここはランスということになりまして、うん、まあ、昔よく見たようなアダージオのバフをもらってメレヒーローが輝くというような戦略ですかね。そうですね、だいぶ前に流行った、まあ、グレイブランスアダージオとかグレイブグランプジョーアダージオとかに似た感じの構成ですよね。キャプテンランスが飛び込み、グランプジョーも飛び込んで後ろから、アダージオはバフを投げると、まあ、こうかなり昔からある戦術の一つですよね。相当昔だと塩アーダンクラルとかっていうのも流行った時代もありましたし、はいはいはい、クラルが飛び込みアーダンがサポートして後ろからバフアダージョが投げるなんていうのもありましたし、まあ、それが最近だと、グランプジョー、グレイブアダージョとか結構流行った時期もあり、今回はジャングルグランプジョー、レーンアダージョ、キャプテンランスということで、まあ、相当グランプジョーのバーストが出るので、まあ、特に注意はこれはカラスポン選手のサムエルですかね。
あの A スキルからとか一つから、ね、グランプ場の A とか一つから仕掛けてきて捕まり、そこに、バフが投げられ、そして2番のスキル、グランプ場の2番のスキルでアタックスピード上げつつ追加ダメージを与える、大きなバーストが生まれる、落とされるというような展開は見えてくるので、うん、まあ、このジャングラーの争いですね、カラスポンサムエル VS ナエタの、グランプ場というところをちょっと注目してみたいと思いますね。レベル1からね攻めていっても面白いぐらい、まあ、強力なね、ヒーローばっかりをピックしてきますんで、本当に最序盤からこのカラスポンサムエルは気をつけていかないといけないと思います。レベル1仕掛けるんじゃないかなと思いますね。ランス、グランプ場、アダージュ、どれを取っても強いですからね。さあお待たせいたしました、3位決定戦いきましょう。デトネーションゲーミング VS ワッツアップブロ、試合スタートです。ブルーサイドがデトネーションゲーミングとなっておりますが、攻める気満々ですよ、うん、かなり大胆な、ビルドが多いですけれども、まあ、アダージュもねブーツまで使っ持っている、ラドウスもブーツ。さあカラスポンは裏に入りに行きますか。なるほど、相手の隙を縫って逆にジャンプをスティールする。そしてタツキがここを地雷を置く動きをしましたね。さあ一人で、うん、ここで止まればいいですが、おっとタツキは迂回して上、面白いですね。タツキ選手この真ん中の地雷を置くためだけに一回ジャングルに入ったんですよね。さあそしてワッツアップブロは奥まで行かなかったとなると、これはいやまさか裏に入られてるとは思ってないでしょうから、ライラの移動速度バフのおかげ、そして直進したことによってミニオンに移ってませんから、これここを2人で駆られてること分かってないでしょうね。となるとデトネーション素晴らしい、結果的にはプラスの動きになりましたね。レベル1の動きとしては完璧ですね。かなりしてやられたんではないですか、ワッツアップブロ的には。当たりたいワッツアップブロとしては完全にやられましたね。当たる場所を失い、そしてミニオンを失ったと。さあここで一つですが、んやはりソニックズームがない状態、さらにブーツを持っているソニックズーム、ここで覚えたか、さすがに耐えられない。さあファーストブラッドを手に入れたのはワッツアップブロ、ただこちらも抜かりないですね。しっかりとガンクを刺してレベル1レベル2のボックスを仕留め切りましたね。いや周回が、まあ、なくなったので早く上がってくることを警戒しておけばよかったですね。してしっかりここも取りましたね。うん、しっかりポークはしますが、それでも落としきれない。さあここでエルダートレント軽く動きだ。いやカウンターを狙っている可能性もありますかね、このエルダー。立ち位置気をつけていきたい。エリアスミュートも降りてきている。さあ一つ来るぞ。さあここはしかしボディーブロック、なんとかラドウスがしっかりボディーブロックしたことによってエルダートレントを守りきることに成功。まあ、こここんな時間だとまだ、闇の恐竜が上がってませんでしたから、しっかりとボディーブロック入る動き、これはキャプテンとして求められる素晴らしい動きだと思います。さあ1キルは奪われてしまったタツキですが、さあレーニングはここは、まあ、比較的安定していますね。お互いアダージは結構ラスヒット取るのが難しいキャラクターではあるので、しっかりと安定させていきたいですが、よく安定できてますねここは。うん、綺麗にラスヒットを取っています。さすがですね、エリアスミュート選手もかなりやり慣れてますね、アダージは。本当にそのようです。こう尖ったピックが得意なチームだけあって、尖ったピックに合わせたヒーローをしっかりと練習はできているんだなっていうのは本当に強く感じますね、このベングロリエイト。めったに使わないであろうキャリーセレスですがね、丁寧にラストヒット取っていましたがね、やはりラストヒットを取ることには、定評があるのかなというふうに感じますね。ヒーローの幅が多いというのが特徴でしょうか。さあそして3つ目のエルダートレントも悠々と買っていく。ワッツアップブロー徹底して、エルダートレント管理ですね、順調に育っています。そしてようやくグランプ場ファーストバイでここまでビルドが進みましたね。クラウンより先にテンション棒を選んできています。今回はウェポンなのでクラウンは進まないでしょうね。なるほど、テンション棒タイランツのビルドになると思います。ナイタ選手のウェポングランプ場ほぼそれなので、はいはいはい、テンション棒に行き、そしてタイランツモノクロを積んで防具を積むというような、なるほど、クリティカルでこうワンパンチでバーストを出すようなビルドというのを一つしてくるんじゃないかなと思いますね。確かに火力ありますね。テンション棒のみとは思えないくらい、そのクリティカルが出やすくなっていることを利用してバーストを出すっていうのが狙いのビルドなので、うまくいけば本当にあのこれしか積んでないのっていうくらいの火力が出ると。ただ若干運に左右される場所もあるって感じですよね。さあカラソンがここは恐竜仕掛けるが、一つはギリギリのラインでうまく避けている。さあ恐竜から剥がしていくが、それでもラドウスにいいダメージを与えている。ブーツで乗りに行きましたね、恐竜に強引に。ただこれテンション棒を積んだ
グランプリ来ますよ。さあここで突進だが BB クイズがもらっている。さあしかし通常のテンションボのダメージはタスキにしない入っている。さあ全力で下がりますが大きなダメージを与えることに成功。これでまたプッシュ、ジャングルプッシュをできる側になりましたが、もうトレン、エルダートレントはないので、そうですね、狙うはこの真ん中のトレントになりそうですね、ブロス。さあしっかりとジャングル管理ができていれば、このタイミングしっかりと湧いていますが、さあどうだ、スキルはできるか。不用意には前に出れない。さあ帝国の紋章でも防げませんでしたね。あれ無理をして前に出ると捕まってしまいますから、ここはまあある程度捨ててしょうがない部分だと思いますね。慎重にならざるを得ないですよね。今のグランプ場と戦うのはちょっと得策ではないので、またグランプ場が腐りつつある時間帯までっていうのは、ジャングルはもうサムエルは我慢我慢ですね。カラスポン選手は我慢していいと思いますね。さあここで一つ、いやいいダメージ入っている、256。さあここで帝国の紋章もらっているが、しかしカラスポンはもう逃げ切れない。さあここで1キロ獲得していきます。やはりしっかりキャッチしている。ダンス火力が出ますからね、この序盤。一つのダメージだけであれですからね。一つ上げと外車上げ両方ありますが、やはりもらっているが、帝国の紋章でフォローしたい。さあしかしテンション棒もありますので、思った以上にダメージが出る環境です。でこの一つ上げのランスの火力本当高いですからね。序盤は本当に痛いので、絶対に当たってはいけないスキルの一つだと思いますね。もちろん足止めがかかるのもありますが、そうですね、一つから外視野の壁というね定番コンボを決められてしまうと、まあこのバーストの出る構成だとね、必ず一人は持っていけると。はい、印象入っているか。グランプ場も来ている。このランスいやらしいですね。ラドウスが前への圧力をかけて、カラスポンに十分いい体勢を作らせません。下から来る一つなかなか避けづらいので、まああの田園ブッシュ取られると嫌なのかなと、デトネーションとしては、降りてる間に一気にプッシュしてサムエルが戦いやすい環境を作っていきたいんですが、ここは買い物にしますか。ただナエタがもうずっと田園ブッシュにいて、まあ、見えてはいたんですけど、もうずっとそのレーンを維持しようとしていたので、さすがにちょっとタレと触るのは無理でしたね。さあもうすでにインフリを飲んでますからね。そうですね、手に持つんではなくて飲んでいるので、ちょっと有利を作り出せないと、このハムエルは500円を無駄にしたような形になってしまうかなと思いますね。さあここで2手目ブレーキングポイントも完成したのはタスキ。ビルダスと見つつありますが、同じくらいナエタ選手とエリアスミス選手の火力が出る時間帯ではあるので、本当にタスキ選手もワンキャッチをしっかり恐れないとはかなり危ないかなと思いますね。特にサムエルの強い時間帯に対しての回答は、これはミニオンキャンディなどで、まあ、プッシュ力でこちらが勝るという選択になりましたね。これはいい選択だと思います。さあここは手前からの左下への恐竜だが、さあしかし、それでもうまく牽制にはなっている。いやこうしてワイドに広がって広くマップを使うというのは本当にいやらしいですが、しっかりケアはできましたね。ここはチェックしています。ラドウスからの一つだけは気をつけていきたいが、狙ってますよね。もう徹底してキャッチを狙っているので、まあ、デトネーションとしてはここはタツキそしてカラスポンの両このキャリージャングラーはもう徹底して一つに当たらない距離感というのを常に取り続けなければいけないと思いますね。さあここでファームに戻ったキャリージャングラー、さあ一気にプッシュしますが、タレットに手をかけることはない。さあここまでは少しやられたものの、まあ、試合の運びとしてはそこまで大きく変化がないですね。そうですね、大きな変化は見当たらない試合展開ではあるので、まあ、集団戦を起こるタイミングっていうのが一つターニングポイントになるかなと思いますね。さあここの地雷未だに処理されておりません。さあミニオンキャンディーを持っているが、それでもプッシュはしきるが、ちょっとボックスが殴れるとプッシュはできますけど、ちょっとそのタレットに手をかけるっていうことに関しては難しそうですね。前に出ないですね。さあここはしっかりブロックしているビビクイズ、反応が早い。早いですね。これ食べれていれば今頃キャッチしてタレットへといった流れです、ね、いやしかしそれでも強引にタレットに行く。さあ外車の壁2人に当たっている。その間に大きなダメージ。さあもうアトラスの健康が詰めている。2手目のアトラス素晴らしい。しかしその分カラスポンがしっかりダメージを出している。
かなり3人ともダメージを食らってしまっているので、今度は攻守交代になるか。さあデトネーションのターンか。ただ泉はまだあるので、ワンキャッチ泉を吐いて回復されながら飛び込んでくるなんていうのはちょっと注意が必要ですね。そうですね、ミニオンもいないのでちょっと迂闊には出れませんが、さあここがミニオンキャリーです。さあそしてコマトロールからしっかり決めている。さあここの忘却ですが、眠っているのはミニオンのみだが、さあここがブーツ使っているが、エイリアスミュート、さあタスキンシャがしっかりフォローしているが、アトラス、アトラスの健康が入っている。かなり苦しい、ナエタのダメージが大きいが、ここは苦しむまで使っていきますが、それでも最後に仕留めるラドウス。さあしかしここは帝国の紋章でフォロー。さあ11交換ではありますが、キャリーとキャプテンの交換、美味しいのは若干ワッツアップブロガーですね。この後できることがまあいろいろと増えていると。トレントだけですかね。トレント、さあしかし投げたの火力も高いので、いやしかしトラップで弾みましたが、それでもさあそして満腹をしっかり避けているカラスポン、ここはしっかりと決めて1キルを取り返していきます、うん。これはいい対応ができましたね、デトネーション、ええ、ミニオンは渡す代わりにキルをしっかりと回収してお金を回収という形にはなりました。さあうまくやってくれました。このあとですね、タレットに圧力をどんどんデトネーションとしてはかけていきたいのかなと思うので、まあサムエルをまだちょっと生かしきれてないかなという印象は感じますね。そうですね、まあ、メレーヒーローが近づけないぐらいね、レンジから圧力をかけていけてはまだ足りないですかね。もうちょっとその込みの恐竜を使わずとも、各一祭壇遠距離からこのナエタ選手やエリアスミエツ選手を削るようなことができるとかなりいいんですが、それができないとなるとちょっときついかなという印象ですね。ワッツアッププロもしっかりグランプ上にね、火力を集中させて誰か一人確実に落としていきたいですね。そうですね、一人ワンキャッチで、先ほどもちょっとアツキ選手と倒すのに時間かかりすぎてしまったので、もっと早く。さあ闇の恐竜使っているが、さあ一つはこれはタスキが当たっているが、それでもアトラスも当たっていない。さあここでナイツ飛び込むがいいダメージ、457。さあしかしこれはバフはもらっていなかった。バフをもらうとさらに強力のダメージになるが、もう一回一つを狙っても面白い場面ですが、コンバトロールから入るか。そうですね、これで削りたいですね、もうちょっとこの距離感を保ってデトネーションとしてはもうちょっと削りたいですね。先にプッシュしきってからよりねダメージを出していきたいですよね。さあミニオンに先に手はかけられていますアクリル対談で、相手をうまく退けてはいますが、そうですね、これがいい形、闇の恐竜から。さあ一つはここは不発に終わっているが、アラスポンダメージを出し切れるか。さあ何発か当たっている。ちょっと漂流から外れてしまったので、そこまで大きなダメージにならなかったですが、まあまあ上出来ですかね。ここで一旦相手を退けられてはいますからね。ナエタが回復して戻ってきましたね。これでこれ以上は、まあ、不毛という形で一旦下がります。さあここまでは試合の展開としてはあまり大きく動いていませんが、現在12分半でお金差は 0.3K、ないと言ってもいいでしょう。ほとんどないと言っていいと思いますが、そのお互いこうレーン上で圧力を出したいデトネーションと、そして集団戦勝ちたいブロスがあまりいい形がまだお互い作れてないですよね。そこをどちらが先にいい形を作るかというのをちょっと注目したいですかね。集団戦でねどっちもまあ仕掛けていきたいとは思うんですが、魔導の扉、そしてまあ満腹などなどでしょうか。お互いアルティメットスキルが完璧にハマっている状態ではないです。どちらが先に集団戦綺麗な形で仕掛けることができるか。さあここでミニオンが消えているが、さあ闇の漂流からダメージを出し切りたい。エイリアスミュートに対してもいいダメージが入っている。3人会社、さあしかしここで突進。さあサムネに対して大きなダメージが入っている。さあグランプ上がしっかり張り付いていくが眠っている。エイリアスミュートが眠っている。その間に落とし切られてしまう。さあそしてタスキン車ブーツを使って飛び込んでいく。さあここは外車が輝き、ここは反射ブロックできませんでした。しかしそれでもここは1キルを取り返していきました、デトネーションゲーミング。素晴らしい。2人で守りきれるか。さあアトラスの健康を入れて、さあ悠々とファスカルと落ちていきたいが、こちらもアトラスの健康を負けじと、当て返しますね。なんとかなりそうですかね、タレットは。これ以上はグランプ上が危険ということで一旦下がります。いや忘却でしっかり眠らせたことにより、エイリアスミュートが眠っていたことによりしっかりとグランプ上から対応そういう形ができましたね。ナエタ1人をしっかりとねフォーカスすることができたので、これは
忘却による勝利と言ってもいいでしょう。これができればデトネーションダブルエンジンとしては非常に強いですよね。飛び込んできたナエタを一度いなして逆に今度は追いかけるような形というのを作っていきたいですね。仕掛け方としてはね、ワッツアップブロもかなり3人に外車を当てて優秀な仕掛け方ではあったんですが、まあ、あと一歩のところが足りませんでしたね。足りなかったですね。もうちょっとダメージがっていうところと、あと 1,2 歩届けばっていうところでしたかね。さあ、まもなくクラーケンも解放されます。まだお互いタレットを折り合っていない状況。珍しいですね。15分までファーストタレットが折れないような状況。金鉱山もね、一度も触れられていないですからね。かなり緊迫した状態での戦いになっています。さあ、ラドウスに対してダメージを当てている。一つは当てているが、あっと、さあどうだ。エリアルミュートの射程の長さを生かしてしっかりと争いをかけている。さあ、コンバトロールが飛び込んでいくが、さあクラーケンが目覚めたタイミングだ。さあ一つ当たっているが、しかしギリギリの先端で当たっているので、ちょっと外車も届きづらい場所です。ラドウィス選手、かなり一つの精度は素晴らしいですね。ただちょっとギリギリすぎて、そうですね、味方が合わせるのは難しい位置取りが多いので。さあしかしカラスポンに対して大きなダメージが入っている。これはエイリアスミュートの火力が高すぎる。さあ、タツキ原稿はなんとか避けますが、ここでサバキの歌もギリギリ避けている。タツキ忍者は耐え切ることができるか。さあ、そして一つをもらっている。さらに満腹、ここは反射ブロック間に合わず。さあ、ここで押される。ビビクイズはなんとか命からがら撤退しますが、燃焼は切れる。しかしその間にファーストタレットを折ることにできるでしょう。さあ、クラーケンはどうしますかね。素晴らしい集団戦でしたね。ワッツアップブロー、エイリアスミュート選手しっかり燃やして、燃焼を与えたカラスポンをしっかりと硬化することができたので、とんでもないダメージが出ましたね。さあ、クラーケンもこれは問題なくやれそうですね。余裕ですね。スティールススキルがないので、特にないので余裕で取り切れましたね。さあ、ここはクラーケンを解放していきます。いや、ただクイズバフを消しましたね、この地雷のおかげで。バフは消しましたが、まだまだ対応はできるぐらいの体力ですね。回復はちょっと入れたいですけど、まあダージオがいるのでそんなには気にはならないかなくらいですかね。まあ、回復ミニをしっかりとナイツ選手も勝ったので、クラーケン戦は問題なく行えそうですが、この2本目そして3本目のタレットが折れたタイミングが、あっ、さあ一つ3人に当たっているぞ。さあ、ここは忘却でフォローしているが、ここが苦しぶれブロック。さあ、カラスも大きなダメージ入っている。アトラスの健康をもらってしまったタツキラが、ここは一旦退けて、さあセカンドタレット。さあ、ここはナエタも入っている、かなりのダメージ。さあ、ここですがナエタ突っ込んでいる。さあ、下に逃げるタツキラがどうだ。バドの扉でうまくフォローしている。さあ、ここでフォローができているが、さあカラスポンもブーツを使って下がります。さあ、ナエタはこれはビビクイズに張り付いている。カラスポンなんとか耐えたいが、しかしダメージが大きい。さあ、しかし満腹が避けたが、ここは突進で落とされてしまう。さあ、ここでサードタレット悠々とエリアスミュートはフリーでダメージを出すことができます。さあ、ここでサードタレットも折ることに成功。ボースタレットも1回エリアスミュート。欲張りますか。あんまり良くないと思いますけど、残っているのはボックスのみです。いや、いい集団戦がまたしてもできましたね、ワッツアップブロー。いや、うまく陣形崩しましたね。逃げる方向などもバラバラにしていたので、集中してね、片方を狙うことができました。一瞬ちょっとタツキ選手が浮いたところをしっかりと捉えて、そこに圧力をかけ、そのタツキを無理して助けようとしたクイズと、そしてカラスポンの陣形も崩れたところをしっかりついてクイズから落としきると、非常にいい集団戦。さあね、もう一度見ていきましょうか。まずは一つが3人に当たった時はちょっとどうなることかと思いましたが、いやー、ここですよね。忘却でフォローしてますが、ここは苦しぶでブロックしている。まあ、ここでまずそのカラスポンにダメージを与えて陣形を崩したことは非常に大きかったですよね。そして先ほどのあの一連の集団戦だったので、アトラスの健康もしっかり当てていますしね。ナエタがこのタツキを、そうですね、うまくセパルさせましたよね。分断させる動きができたんですよね。それが集団戦の決め手になっていたと思います。さあ、現在戻ってきまして18分でございます。お互いお見合い状態になるが、エイリアスミート面白い位置だが、さあバフが入っているが、さあここはうまく窓を結果張っているが、ナエタが突っ込んでいく。突進はこれはビークイズのみ。しかしスキル2のダメージが大きい。そしてラドウスがタツキにしての動きを止めている。カラスポンが狙われているが、さあどうだ、タツキがダメージを出せるか。しかしラドウスがかなり厄介に立っている。足止め、食べられている。さあ、足止めが決まっている。ここは落とすことに成功。外車の壁も決まって、ビビクイズも落とされる。さあ、そして残ったカラスポンですが、3人ローですけど、ちょっとこれはエナジー的にも苦しそうだ。恐竜がないと戦えないと思うので、そうですね、サムエルはバックで危ないですね、ちょっと怖かったですけど、グランプ上だったら大丈夫そうではありましたが、
危なかったですね。さあこれでまたしても有利を一つ作りましたが、まあローヘルスなのでやりますか。やりますね。ボックス到着まであと8秒ということなので、ここはエリアスミュート、そしてグランプジョンも合流するので自分たちの火力ならばやれると運びましたね。グランプジョンが来れば余裕だと思いますね。これはインフュージョンを飲み直してやります。ここで合流しますが、気づけていないとちょっと間に合わなそうだ。いや気づいてなさそうですね。今全員はいたので気づけていても無理ですね。これはさあこれはものの一瞬の出来事、一気にセカンドクラーケンを解放してワッツアップブロー、完全にリーチをかけています。さあこのクラーケンで終わらせたいですね。終わらせることができるかどうか。だいぶそのサムエルボックスビルドが揃って、ボックスに関してはブーツ以外全部フルビルドで、サムエルももう武器は3つできているので、ちょっとこの辺りで終わらせておかないと今後がきついかなと思いました。前目で当たっているが1つをもらってしまう。さあ外車で弾かれてしまうが、さあブーツを使って飛び込んでいく。ここは全力で下がるタツキニシナ、そしてナエタにはカラスポンを投げた。そしてタツキニシナが食べられている。バードを結果でさあここで忘却でフォローしているが、さあエリアスミートブロック、さばきの歌を不発、しっかりカイティングして、ここはナエタを落としきれた。しかしナエタの方が強い。そして最後はライダーを通常で落とすことに成功しましたが、いかんせエリアスミートを止める存在はもういない。さあそしてラドウスがしっかりボディブロックをしている。素晴らしいラドウス、隙を縫ってカラスポンにダメージを与えていきたいが、さあエリアスミュートがしっかり通常で落としている。ビビクイズはラドウスが張り付いていれば問題ないということで、このクラーケンの対策であれば悠々とエンドイットに行けるでしょう。さあデトネーションゲーミングに対してしっかり1勝勝ち取ったのは今勢いに乗っておりますワッツアップブロが1試合目を制すという形になりました。しっかりとこのグランプジョーが仕事をしましたね。最後の集団戦は相当硬かったですね。回復も飛んできて、正直ちょっとグランプジョーが負ける試合集団戦かなと思ったんですけど、ここからですよね、前に出るエリアスミュート、そしてブーツアウト、タツキ、ナエタがこの後タツキを食べ、あまりのタツキの硬さに落とせなかったんですよね。ここで泉も使って、そうですね、苦しむなども使われている。でここでナエタがもう相当ローなんですけど、もう一回エリアスミュートから回復が入って、いやそうですね、エリアスミュート回復によってかろうじて生き残ったんですが、ビビクイズの通常で落とすことに成功している。ただあそこでそのタツキを落としてグランプジョーが倒されているのと、落とせなくて倒されているのっていうのは全く話が違うので、あそこは本当にグランプリの硬さっていうのとダメージっていうのがすごくよく出た。そしてアダージオとやはり組ませたグランプリの強さっていうのがすごく出た最後の集団戦だったかなと思いますね。安心して燃焼がかけられますしね。そして何よりやはりラドウスの、まあ一つ会社のヒット率が異常に高い、一つの精度相当高かったですよね。素晴らしいイニシエート仕掛け方だったと思います。これができるのであれば、やはりダブルレンジにランス、グランプジョー、アダージュの構成というのはかなり刺さってると思いますし、2試合目がデトネーションとしてはこのグランプジョーっていうのがかなり嫌な存在になったかなというふうに感じる1試合目でしたね。いやここで1勝取っておけばね、相手のピックにねうまくねズレというものを生じさせることができますので、本命をぶつけることができるワッツアップブロ的にはねかなり美味しい展開なんですよね。やっぱりこう複雑な様々な種類のピックを持っているチームが1本目を取ると相当バーンドピックはうまくいきやすいので、2試合目のバーンドピックっていうものもかなり楽しみに見ていきたいと思いますね。さあね、まもなくスタートということで大変お待たせいたしました。ワッツアップブロ VS デトネーションゲーミング、ブルーサイドがワッツアップブロです。さあまずはグレースをバーンしたところが始まりますが、ここライラをバーンするでしょうか、それとも、グレーブもしくは別のヒーローをバーンしてくるか、注目の、ワンマンです。この番次第でワッツアップブロのファーストピック変わってくると思うので、グレイブ番ですかね、ライラ番にしますか。ライラ番、ここは安定を選んできました。さすがにライラは使わせられないということでしょうね。これはグレイブピックもありえるんじゃないかなと思いますし、グランプジョーピックもありえると。いやここはワッツアップブロー完全に定石になってますかね。いやもうブルーサイドのグランプジョー初手、ブルーサイドのグランプジョー初手がやっぱりそのジャングルキャプテンどっちもいけるっていうのが強みなのと、あとやっぱりカスポン選手から取り上げてるっていうのも強みですよね。自分たちの今のジャングラーナエタ選手は非常に得意としていて、なおかつ相手のジャングラーの得意なヒーローでもあるので、
意なヒーローを使いつつ相手から得意なヒーローを奪い取っているような形なのでかなりいいピックになってますよね。さあ対するデトネーションゲーミングはここは安定のランスを選んできましたが、ここでのセカンド版、グレイブですか。さすがにちょっとグレイブグランプ上の構成はさせられないってことだと思いますね。これはブルーサイドで先にフリッカーを見せたときに対策のヒーローなどってあるんですかね。僕あんまりないんじゃないかなって正直思っちゃいますね。プレーの中で対策するしかないと思うので、フリッカーをもしワッツアップロが取るのであればデトネーションもプレーでどうにかするしかないと思います。なるほど。さあここはバロンバンということで、ケストレルかサムエルかボックスのどれかだと思いますね。ケストレルかボックスのピックが一番安定するんじゃないかなと個人的には思いますけど、そのジャングルはやっぱり相手を見てから選びたいので、ケストレルは一番いいですかね。ただグランプジョーの脅威があるので、グランプジョーがしっかり距離を取りつつ戦えならって感じですけど、ボックスですか。ここはボックスを選んできました。さあワッツアップブロー、まあ、アダージオもフリッカーも空いていますけれども、どうなんでしょうか。ブルーサイドでこれをやるのは得策なのかどうかということを考えているか。ワッツアップブロー、アダージオフリッカーなんていうのもあり得るかもしれないですけど、バティストが結構刺さるんじゃないかなと個人的には思うので、その見えた瞬間フェアリーダストを使って裏に回り込まれても、見えた瞬間にウルトを使えばクルーシブルさえされなければ、相手を追い返すことができるので、まあ、ワッツアップロ側がもしそのフリッカーを中心として構成するのであれば、ちょっとバティストはデトネーションとしては面白いんじゃないかなと。いやー、しかしここはフリッカー見せてきましたね。フリッカーやるととなるとアダージオですかね。レーンはキャリーとしてね、近距離でも戦いやすいといえばやはりアダージオ。あと回復がでかいですよね。やっぱりスキルショット当てるわけではないってところも強いですし、回復が非常に強力なのと、懐に潜り込んでからの自分自身に A スキル打って相手に強スローを与えることもできるので、かなりアダージオは安定していると思いますが、さあまあやはりここはアダージオ。さあワッツアップブロー、得意構成来ましたね。さあ最後デトネーションゲーミング、まあ当然フリッカーバーンしてないということはそういったところ来ると予想はしていると思います。さあそれに対するジャングラーの回答はあるのでしょうか。難しいですけど、あんまりメレーは取ってもオソとかみたいな回復がすごくできるキャラクターじゃないとちょっときついと思いますね。でないとバーストで刺されるので、まあレベル1とかを考えていかないといけないんですが、レベル1は本当に無類の強さなんでね。オゾは弱いですよね。いやここはバティストですか。まあ3人が飛び込んだところをウルトで一度逃げる時間を稼ぐっていうのが狙いですよね。そして引き切ってからタツキ選手がブレーキングポイントを貯めながら前に出ていって集団戦に勝つっていう、まあ、先ほどと同じですよね。引いてボックスがダメージを出して勝つと。ただ先ほどと違うのはサムエルがバティストに変わったことによって、まあ、カラスポン選手が、まあ、もうちょっと距離の取り方っていうのがやりやすくなるのと、あとこの一瞬で倒されるようなことっていうのが、まあ、少なくはなるので、そこを生かしてよりタツキ選手の火力を頼ってというか、よりタツキ選手を活躍させられるような形で集団戦を作れるといいのかなとは思いますね。まあ、お互いのキャリーをねしっかりダメージ出しやすい環境を作れるかどうかのジャングルキャプテンの動きということですね、はい、あとはレベル1の動きですね。先ほどはいい動きをデトネーションがして1周目は回避したので、この試合もちょっと1周目は回避をしつつ有利を取れないと、あの構成はノリに乗ってしまうかなと。まあ実質3択なんですよね、まあ、レーンから行くか真ん中のトライから行くか、まあ、下のそうですよ、ね、ところから行くかという、まあ、3択があるので、まあ、このワッツアップグローが、ね、今度は上から来るかもしれないと。いやそうなんですよね、何があるかわからないので、そして3人でブーツを持ってきっと入ってくるでしょうから、そうなると先手を取って移動できるのはワッツアップグロー側なので、そう読みがあって外れた、逃げたい側からすると読みが外れたっていうか、その真正面か勝ち合ってしまった時が一番最悪なので、例えば上にお互い行って上でぶつかり合ったりとかっていうのは一番多分デトネーションとしては最悪のパターンだと思うので、うまくその相手の狙いを外して相手の逆の動きをできるか、そして逆にワッツアップブローとしてはうまくそのデトネーションを補足して捕まえて集団戦を起こす、もしくはジャングルをもう丸々全部奪い取って帰ってきたところでぶつかり合う集団戦を勝つかっていうところちょっと注目ですね。レベル1ファイト、そうですね、まあ、上でもし行くのであればフレアをたけないというリスクがあるので、そうなんですよね、上にフレアたくと上から来てるの分かってしまいますから、
そのフレアはたけない、ただミニオンが来るよりも早くあのレーンブッシュを抜けなければいけないとなると、結構足が速いキャラクターじゃないと難しいので、このレベル1の動きが本当に全てを握っていると言ってもいいかもしれないですね。さあどうなるでしょうか、見ていきましょう。ワッツアップブロ VS デトネーションゲーミング、試合スタートです。さあ始まりました、ブルーサイドがワッツアップブロ。さあ今回グランプ上はブーツを積んでませんね。今回はまあ B スキルで移動ができるので、まあそんなに関係ないってことだと思いますか。おっとバティストはこれ奥には入らない選択にしましたね。さあそして上はタツキが警戒していると。あ、上から来るのを警戒しましたね今度は。まあ当然来ますよね。さあどうするんでしょうか、デゾネーションゲーミング。さあこれは当たり前ですが来ますよね。どうするか、ラストヒットの取り合いに持ち込むか。さあ外周の壁でよりミニオンを遠くに剥がして合流を間に合わせない。さあ1個は狩ることができましたが、当然下は圧力がかかっている。そしてタツキが裏を狩っているような動き。さあそしてラドウス、しっかり BB クイズ、外車の壁で、おっと当たっていないフェアリーダスト。さあここはしっかりバットモジュなどでフォローしているが、ラスイートだ、うん、外車の壁では取れないでしょうね。まあここはもうブロスとしてはミニオンが枯れればいいので、あのキルが取れなくてもいいっていう判断ですよね。なのでゆっくりゆっくりやって、そしてさつき選手のボックスというキャラクター、ファーム非常にジャングルのファームは遅いので、1人で狩るならばあの奥しか狩れないでしょうから、ゆっくり戻ってきてここを狩ると。むしろこの真ん中のトレントを相手に渡したくないっていうところが大きいかなと思いますね。そしてもう1回入りに行きますか。さあフレアでバレています。さあ外車の壁でこれは狙われてしまう。しかしラドウスは現在2レベル、フェアリーディング、フェアリーダストもあります。さあここに泣いた合流だが、フェアリーディング絶妙に起きて、いや当たっている、い当たっているが、さあここが外車の壁のフォロー。しかしフェアリーダストかかっている、ドラゴンブラッドも割れた。さあここはファーストブラッドを獲得していくのはグランプ上のアエタ。さあさらにここがソウルプリズンだが、ここはギリギリ、しかしフェアリーリング絶妙な位置だ。さあブーツまで使っている、ドラゴンブラッドかかっている、大きなダメージが入っている。さあカラスポン体力吸収をうまく生かしていきたいが耐えられない。これがフリッカーの恐ろしさ。いやフリッカー、グランプ上が完璧に仕事をしていますね。このレベル1レベル2の動き、まだクイズ選手レベル1ですからね。いや完全にしてやられてると言ってもいいでしょう。ただレーンはエイリアス見るとかなり削れてますね。あっと怖いですねこれ、ソロキルが 1v1 ですが起こりかねない。奥に行きました。しかしフリッカーはまもなく合流する。いやこれ怖くていけないですね、デトネーションも。これリコールして戻っているという可能性もあるので、ジャンプで見えてませんから、ちょっと、デトネーションとしても奥に行く動きというのは怖いですね。その間にしっかりとエルダトネントを買っていると。さあそしてパルスが入っていました、ラドウス。さあここは一旦リコールで、さあさらに行きますかねこれは。いやまだ行きますかこれ。いや現在カラスコンラスイートがあまり取れていない状況。いや相当きついですね、あまり取れてないというか、もうほとんど取れてないですね。やっと満足にここでミニオンを狩らせてもらう形になっているので、相当きついですね。いや、やはりこの得意構成でありますフリッカーに対して相当ねうまく立ち回っています。やっと1周目ですね、全部狩れるのが。これでようやく枯れたというような状況。グランプ上との差はだいぶ開きましたね。もうグランプ上はテンション棒できましたかね、ブーツテンション。さあ今度は上に仕掛けられると厄介だが、ここはジャンプうまく下がっているが、しかしダスト当たってしまう。ここがうまく回るが、それでもなんというチェイス力。さあここは1キロ獲得していきます。ちょっとどうしようもないですかね。うまー、これはワッツアップブロガーの仕掛けがうまいですね。さあバットモジョも入っているが、さあどうだ外車の壁。さあここはうまく防衛していきたい。さあ狙いは奥か、しかしミニオンが湧いていない。さあここでジャングルが活性化いたしました。うまく攻めきっているのはワッツアップブロー。このラドルスの隠密行動がね優秀ですね。あとはそうですね、地雷を壊しつつこちらの地雷を置くということをうまくしていきたいですね。さあしっかりと、さあここで隠れられた。ただバレましたね、いることは見えましたね今一瞬。さあ BB クイズが、うん、これ気づけていないか、奪われと厄介だが、ここはなんとか間に合っている。あとこれまずいんじゃないか。さあそしてブーツを使って全力で下がります。フレアまで耐えている、相当厄介だが、さあ一つも回っている、これはどうしようもないか。さあソウルプリズまで入っている、さあこれは完璧でしょう。1キロをなんとか取り返していきました、デトネーションゲーミング。ラストイート狙いすぎましたね、ちょっとやりすぎでしたかね。
ただまああの圧力をかけるっていう動きがフリッカーはかなり大事なので、その相手としては進出鬼没っていうのが一番嫌でしょうから、翻弄することがね、進化が問われるそうですから、翻弄することが仕事なので、まず一つ目のあれだけ時間も稼いでいますからね。そうですね。ソウルプリズンからバトルと、さあナイタに対してナイタが突っ込んでいくが、さあどうだ、さあ突進入っている、スキルにはどうだ、上がるか、さあ通常攻撃で落としきる、さらにドラゴンブラッド、ビビクズなんとか一つで下がりますが、それでも落としきられてしまう、なんという圧力だ。いや素晴らしいタレットの受け方、このダメージの綺麗さですよね。均等にみんなが削れている、綺麗にヘルスの交換、うん、さあそして狙うは奥のミニオン、いやもう地雷を置きたくてガンガン行ってますね。そしてここは取れるでしょう。いや仕上がってますね、やはりワッツアッププロのこのフリッカー構成、相当この練習構成は練習をしっかりしてそうですよね。出ないとこんなにも相手の嫌な行動を全てやりきることはできないと思うので、いやこれも嫌ですね。かなり厄介ですね。いやめんどくさいって絶対思ってるだろうなって、こう見てる側にも伝わってきますよね、このフリッカー。やっぱりこれが成り立つのもやはりラドウスのこの動きによって、相手の視界を潰しこっちの視界を取っていることですよね。ラドウス選手本当に視界の取り方が丁寧でうまいので、それによって一方的にこうやられてしまいますね。ナイタしっかり取っている、ソウルプリズンかかっている、エイリアスミュートレスがちょっと届かないか、さあフェアリーダットでヒールをしていくわ。逆にカラスポンもいいダメージをもらってますよね。いやーこのフリッカーはビビクイズも翻弄されている、本当にめんどくさい、相当厄介な存在になっているこのラドウス。いやラドウスが本当に動きをしている、視界を陣取っているが、ガイシャの壁突進に合わせていったか、さあラドウスに対してソニック軍も使っている、アンチフェイスもしっかり決めているが、エリアスミートが前に出ている、さあここはアルティメットですが、しっかりブロック、さあそして食べられているビビクイズ、さあこれはどうしようもない、燃焼で落ちるかと思いましたが、カラスポンは生き残りましたね。なんとか生き残ったカラスポン、エイリアスミュートの前の出方も優秀だ、素晴らしい前に出る動きでした。そしてそこからしっかり警戒していたようだ、しかしここはナイタだ、狙いはさあナイタに対して大きなダメージが入っている、さあスキルチェン逃げるが、あとスキルチェンがソニックズーム届くか、届かない、あと一発が足りない、タレットこれカウンターで折られないようにしたいですね、ワッツアップブロとしては。しかしエリアスミートもまあまだまだ体力ありますので、さあどうだ、フェアリングでしっかり処理して、これはあわよくばキルを狙っているか、タスキリングガンムシ、バットモジョもいいダメージが入っています、リオンサクタまたバットモジョはいいダメージが出ますね、これ一つ狙っていきたいですね。さあ7分半、お金さは 3K、 タレットは1本折っております、ワッツアップブロー、1本タレットが折れるとよりこのフリッカーの、まあ、まだ湧いてないとかレベルが上がってないんですけど、そろそろレベル6になって覚える月のマントが相手を追いかける距離が長くなれば長くなるほど強いスキルになるので、一番の心配の種ですね。これを使って攻めていきたいですよね。いやいいとこに地雷が、青い地雷がてんてんてんと置いてあるんですよね。このラドウスが置いたこの上のここの地雷もずっと残ってますからね。いやーさあこの地雷で分かったか、分かったみたいですね。さあそしてここで金鉱山をやる動き、地雷で分かっていますがどうするか。いやもう来たら当たるっていうのを決めてるでしょうね。さあビュークイズはスティールを狙っていますが、ベートかちょっと引っ張って、バースが出るな。さあそしてブーツを使っているが、あっとアンチフェーズ、アンチフェーズで取っている、あーっとこれはちょっともっもったいないですね。いやフェアリーラストでね、相手に前に出させない間に一気に落としていこうと思ったんですが、射程が長いですかね、アンチフェイズは。ちょっと火力が足りなかったですかね。狙いはすごくよく分かったんですけど、あのフリッカーが前に出て邪魔をする間に取り切って下がるっていう形だったと思うんですけど、これ取れないのは結構痛いと思いますね。いやちょっともったいなかったですね。しっかり差し込みました、アンチフェイズ。アンチフェイズ反響するので、その飛んだ後に飛んだダメージだけじゃなくて、飛んだ後のその反響するダメージで取るってことが昨日もありましたよね、チームクリエイトの試合でもありましたけど、やっぱりこのボックスアンチフェイズ結構思っているよりもスピードをすることがあるので、やっぱり狙う価値はあるかなと思います。警戒していかないといけない。さあこれは地雷で分かっている、しっかりバットモジョでクリアしています。面に地雷を置くのもいい動きですね。これとかも見えてますからね。見えている。さあここは月のマントもこれから上がりますからね。さあ3人リコールだ。その間に視界を取りたいですね。これリコールしてる間が
仕掛け時なので、いやこれセントリーか、さあ下準備ができるでしょうか、ブロス。ここでクリスタルセントリーだが、スタリングも来てるぞ、大丈夫か、ブーツを使って、さあシュートットをもらっているのはフリッカー、さあ動きが止まっているが、さあ外車の壁、時間差でしっかり外車の壁です。さあフリッカー大ダメージを回ってしまっている、ソウルプリズも入っている、さあグランプ上に大きなダメージ、さあここはうまく引かれた、さらにシュートットを回っている、さあここはしっかりやってダブルキル、 3-0 交換のエースを獲得していくのはデトネーションゲーミング。ちょっとワッツアップブロとしては無理をしすぎましたかね。セントリーに行く判断は良かったですが、無理だと判断して下がるべきポイントだったかなと思います。いや思ったよりちょっと来るのが早かったですね。そうですね。そして一つ当たり外視は時間差、クルーシブルずらし、しっかり決めて、さあそしてナイタが突っ込みそうなタイミングでソウルプリズンしっかり入っています。突進が素晴らしいですね。してエリアスミュートはダメージを出しづらい位置でしたよね。物資を挟んで向こう側だったので、うまく視界が取れてないと、その通常攻撃はメインの攻撃をするアダージョとしてはちょっとダメージが出しづらかったということですね。さあお金さんも逆転しまし、逆転はしないですけど、ギリギリですけど、まあそうですね、追いついてきましたね。ほとんど変わらないと言っていいでしょう。はい、しかし、まあ、月のマントは現在上がっていない。さあタレットも1本持っていますので、だいぶ状況的には互角になりました。さあここは金鉱山を選んできました。これは気づけなそうですね。これはただ見えてないですし、レーンがプッシュされてますから、早い、そして早いです、うん、さあ中量のゴールドボーナスを獲得していったのはワッツアップブロ、いい動きですね。こうしてちょっとずつの有利を積み上げるということが非常に大事かなと思います。そしてラドウス選手のフリッカーウルト、月のマントが上がったら仕掛けてもいいと。その辺で視界を潰したいですね。潰せるだけ。見かねたビビクイズ、カラクレ選びましたね。あの地雷はうまいところに置いてあるんで、ちょっと取りづらいですね。さあここは処理できた。ラドウス。カラクリですか。もう徹底して、ラドウスを止めると。まあ昔から言われているフリッカー対策ですよね。一番のフリッカー対策、楽な対策はやはりこのカラクリを積んでたくさん地雷を置くところ、置くことだと思いますね。それが分かりやすく対策になるので、長期的なスパンで考えれば当然費用対効果は地雷よりもいいですからね。もちろんその通りですね。さあ12分が経過しております。これでジャングルの裏から入るというのはちょっと難しそうですね。地雷の数と量と場所的にジャングル裏から入ってって後方からの集団戦というのはちょっとできなさそうですね。さあどこからねラドウスは仕掛けていくでしょうか。下手したら吠えてもいい場所ではあるとは思うんですけど、どうですかね。プッシュしてプッシュしきった後のタイミング、敵の位置が分からないと難しいですよね。まあそうですね、月のマントは敵の位置が分かるっていうのが大事だと思います。まずセントリー行きますか。これ地雷を壊しに行きますか。フレアでしっかり地雷の位置を確認ということですね。さあスペースで潜り込んでいるタツキ、ちょっと武士警戒しています。さあ見つけている。さあフェアリーダスに合わせてしっかりソニックズムで下がっている。さあタツキ対してしっかりエリアスミュートがフリーでダメージを出しているが、ここはうまく下がることに成功。そして食べたのはランス。さあカラスコンどうだ。ここは必死で追いかけます。ビビクイズに対していいダメージ、エリアスミュートかなりのダメージだが、さあここ外車の壁でしかし出てしまう。グランプ場がによって落とされてしまう。さあさらにここはビビクイズもやられてしまう。ナエタかなりローヘルスですが生き残っている。エリアスミュート素晴らしい動き、前に出る動き、そしてダメージ出ますね。私をランスを吐いた瞬間ランスを殴りたくなるんですけど、しっかりとそのカバーリングに行った。いやそしてエリアスミュートはしっかりと最大射程を生かしてダメージ素晴らしい。あとまあただいいですね、グランプリは落ちてもエースが取れている。グランプリは落としましたが、セカンドタレットも降り、なおかつ金鉱山をやることができましたので十分でしょう。素晴らしい動きになりましたね。ブロス仕掛け方がうまかった。そしてエイリアスミュートダメージの出し方素晴らしかったですね。さあ中量のゴールボーナスを獲得していったのはワッツアップブロということです。現在お金差は約 2K ですね。タレット取ることに成功しましたので、ブロス側、やはりアダージョンバカにならない火力が出てきますよね。やはりこのアダージョン中盤までっていうのは本当に火力がすごいので、このウルターカレントの次に水を積み3手目ができたタイミングや、まあ、今3手目に行ってるタイミングですけど、このタイミングかなりダメージが出るので、また燃焼に当たれば本当に火力は凄まじいですから、うまくそれを生かしてダメージを出し切りましたよね。さあ14分半が経過しておりますが、ワッツアップブロやはりこの奇策、しっかりとした戦略によってデトネーションゲーミングが
に対してうまく押しています。もはや奇策ではないですよね、ここまで来ると一つの作戦ですよね。そうですね、もう分かっていても封じられないですからね。この初見殺しではないんですよね、もう彼らのフリッカー構成は、ね、初見殺し感があるフリッカーをそうではなくてしっかりと見られていても、倒すことが相手に勝つことができるとなるとかなり強い構成だと思います。ここまで代名詞になっていて、さあカラスポンがここはうまくバットの順によって位置を見つけている。さあクラーケンも湧いたタイミングです。ここはバティストを機能させたいですかね。そのウルトで逃げる、ウルトでディスエンゲージ下がるっていう動きがちょっと今うまくいけてないんで、エイリアスミュートやナエタが一気に突っ込んでくるところをねうまく無防備にさせたいですよね。そうですね、その味方を助けつつ味方にダメージを出させるということには非常に長けたスキルなので、引く時のバティストのウルトは強いですからね。あ、引かせたい時ですか、ごめんなさい、うん、そうですね、相手を下がらせるためには非常にいいスキルと。さあそしておっとこの間にクラーケンもやっている、そしてフリッカーがこううろうろされていると、厄介です。しかしパルスで見つかったみたいですが、おっと全然気づいていない。さあここは素晴らしい判断、ワッツアップウロファーストクラーケンを解放していきました。このしたたかさというのは素晴らしいですし、こう分かってますよねフリッカーの厄介さを。フリッカーが前でうろちょろしているとまるでその仕掛けを狙っているように見えるんですよね、対戦相手としては。フリッカーが視界を確保してそこに月のマンツー走り込んでくんじゃないかなっていうのを狙っているように見えるので、そうではなくて思考の裏側というか奥側にあるクラーケンという選択肢を取ってますね。さあそして満腹しっかり避けました、ブーツを使いましたかね、素晴らしい反応。さあここでフェアリーリングですが、ここは丁寧に避けてクラーケンを処理しつつ相手を下がらせている。タッチニシナがしっかり威嚇しています。いやアフリカ隠れられないとちょっと弱いですかね。さあしかしここでこのしっかりスキル2がついている、燃焼は入っていませんが十分なダメージが出ています。さあサードタレットですが、さあバット文字入っている。おっとオードリトで突っ込んでいく。さあカラスポンに対してナイタが張り付いているが、さあここでソウルプリズンしっかりブロックしている。しかしカラスポンの回復量も異常だ。下ではエリアスミュートが勝っている。しっかりタツキニシナをフォローしている。しかしエリアスミュートの方が射程が長い。しかしなんとか反射ブロックで生き残ったタツキ。4本目は折れなさそうですかね、これは。いやーなんとか痛むわけで済みましたが、ワッツアップグロ的には上々の出来でしょうね。3本目本当に折りにくいので、そこ折れたのはかなり大きいクラケになったと思いますし、これによって相手のジャングルっていうのに入っていきやすくなったと同時にセントリーを倒しやすくなったので、より視界領域を広げることができますよね、うん、次のクラーケンでフィニッシュも狙えます。狙えますね、なのでかなりいいクラーケンになったと思いますし、このクラーケンで得た有利を生かしてエンドイット勝利というのを目指していきたいですよね。さあ18分が経過しますが、さあグランプ場2つ目のタイランツモノクルマで完成。いや火力がまた跳ね上がりますね、これでバティストとの戦いもかなりね上々の出来ですからね。バティストに対してあのダメージが入っているので、タツキに行ったらもっとダメージが出るんじゃないかってちょっと思うんですけど、フォーカスをもうちょい合わせたいですかね、ワッツアップブロとしては。先ほども、それぞれがそれぞれ殴り合っていたような形になったので、それではちょっと火力が足りないかなっていう印象はあるので、しっかりとフォーカスを合わせて1人をフォーカスしてバーストで落とすというのを1つ狙いたいですよね。さあ間もなく19分だ。さあ位置はバレているが1つからインはしない。日のマントも上がってはいますから、いつ仕掛けてもおかしくないタイミングだと思います。おっと怖いですね、お互い怖かったヒヤヒヤの場面でしたが、ここはワッツアップブローが仕掛けませんでしたね。逆にちょっと近すぎて怖かったですよね、ワッツアップブロー側としても。さあ警戒しているがバットモジョも避けている。これはまだここにいることが分かっていなそうだが、いるか分かってないでしょうね。しかしフレアで寄って分かりましたね。いやもうフリッカーがうろちょろしているだけ十分嫌なので、いい圧感は持ってますよね。ドネーションとしては相当やりにくいでしょうね、このフリッカー。さあここは一旦3人で上に上がります。ただこれまたプッシュの試合の応酬で、まあ、押して押し返して繰り返、おっと見えているんじゃないか、いや気づいていないか、
さあここで姿を現した。さあそしてしかしトレントの足止め。さあしかしカラスポーンが捕まっている。さあここは一気に2人のダメージが集まって、さあさらにエリアスミュート完全フリー。ここはうまくカイティングして外車の壁を決まっていますが、それでも人数差。さあここは落とし切って、そしてナエタも食べている。さあビークイズコンバットロールでうまく逃げますが、どうだ逃げ切れるか。しかしブーツを使って飛び込んでいく。外車の壁決めている。コンバットロール。さあしかし25秒はさすがに耐えられなそうだが、コンバットロールが上がっている。いやこれカラクリのおかげでウルトが相当来るのが早いですね。またコンバットロール。さあコンバットロール、4秒に1回ウルト。さあブーツを使っているが、いやースロー素晴らしい。さあしかしもう逃げられない。さあここは時間を稼ぎましたが、 3-0 交換のエース。となるとクラーケンは取られてしまいますね。時間差で相手を倒すことができたので、クラーケンを取ってなおかつかなりの距離をゆったりと進めることができると。さあね、ビビクイズのいないクラーケン状態になります。これ那枝田選手を見てほしいですね。僕はこの真ん中のステルスなんですけど、ええ、この壁抜きの突進でタツキにスローを入れて、そしてここ一つも避けて、うん、タツキに行けない、ソウルプリズン食らってタツキに行けないとなったら、しっかりとカラスポンフォーカスする。いやフォーカスが合ってるんですよね。そうですね、野手にしてはすごい迅速な動きが、求められてきますけれども、完璧でしたね。動きとしてはしっかりとそのフォーカス合わせた方がいいという話をしたんですけど、完璧にそのタツキにまずは行くけど無理だったらカラスポンに行くっていうのが完璧だったので、それで、バティスト落とし切り、そしてそのままなだれ込むように、あとはタツキに飛び込むだけという。いやこれがね難しいところですね。非常に素晴らしい集団戦が展開できてますよね。まあ、相手が来ると思えば下がらないといけない。いやこれ目の前だが、さあそしてカラスポンを食べている。さあソウルプリズンが出ていない。さあ裁きの歌です。さあここはチェインですが、しかしダメージがダメージ量で十分。さあ最後に命からから怯えを使っているが、さあ2人で守りきれるのか。タレットは残り1本だ。さあナエタは混戦、タレットの方に行くでしょう。ナエタがすごいダメージ、さあナエタがすごいダメージを持っている。そしてあラドウスがしっかりタツキにプレッシャーをかけている。これはどうしようもないか。エリアスミュートなんとか必死で戦うが、さあナエタがここ倒している。さあどうしようもない。素晴らしい。ワッツアップブロー。ここは日本王者と呼ばれていたデートネーションゲーミングに対して2-0 で勝利を決めることに成功しました。素晴らしい試合を見せていただきました。ナエタ 11-2-3 とこのスコア、いや素晴らしい活躍。リザーバーでいうのが惜しいぐらいのね、ポテンシャル、そして存在感を持っているナエタ。間違いなくこのデトネーションゲーミングとの2試合に関しては彼が MVP と言っていいんじゃないかなというグランプ上の活躍をしたと思いますね。そしてこのラドウス選手のその視界の確保というところを使いつつ、そこを起点にイケイケのジャングラーと、そしてキャリーが前に出るというこのチームコンセプトは非常にこういい形で、固まっていますし、それが結果にもこうして結びついて、もうサマーから出場者にもかかわらずスプリット1のウィーク2にして3位を獲得と、かなりの好成績なんじゃないかなと。とんでもない大健闘ですね。いやそう思いますね。いやデトネーションゲーミングに対してこの 2-0 で勝利するというところもありますし、ピックもね相当秀逸ということなので、これは一発屋のチームではないですね、はい、いやもうそのそうですね、一発屋で面白いコースやってるだけじゃなくて、それが結果にも結びついていますし、完全にデトネーションとしてはそのピックのところからもう崩れに崩れ、そしてプレーも、思うようなプレーっていうのが全くさせてもらえてないので、まあ、このピックで相手の勢いっていうのを崩して、そして、プレーの中でも勝ると、非常にこうオーソドックスというか、いいチームの出来上がり方としては完璧なんじゃないかなと思うので、ちょっとまた来週以降のウィーク3以降っていうのもかなり楽しみに見たいチームですね。他のね韓国のチームとかもこれはワッツアップブロもね警戒していかないとこれはやられますね、まあ、グランプジョー、フリッカー、クリスタルリンゴ、クリスタルジュールと面白いものをいくつも見せられましたが、どれも警戒に値するくらいの、ポテンシャルではありますし、そして、まあ、メインメンバーの元々のスターティングメンバーとして登録されている3人では今はないので、またそこに、まあ、ジャングルに慣れた選手ではなくてマスクキュー選手が入ってきた時にどう変わるかというところもちょっと注目してみてみたいと思いますね。ご期待くださいということで、この後マッチ4決勝戦が行われるわけですが、5分ほどインターバルを挟ませていただきたいと思います。我々は一旦ここで失礼いたします。